はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4アメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。ご覧の通り大陸の方の、日本軍の反攻作戦封じ込めつつあるというところと、満州国を平らげてですね、朝鮮半島の方に進軍中というところになります。で、一方なんですが、まずスマトラですね、ここがちょっと取れそうにない。ジャワ島も日本軍の守りが固い。この辺りへの上陸作戦は一旦諦めざるを得ないという状況です。で、カリマンタン島に関してはですね、オランダ領インドから、19師団。師団がちょっと減ってるね。合計16師団ですね。これもう統合しちゃいましょう。16師団で今、なんとか、日本をね、追い出そうと頑張ってるという状況なんですけども、ちょっと苦しいかなという状況に追い込まれてます。師団の数もちょっとずつすり減ってきているという状況で、なんとかね、早期に戦争を終わらせたいという意図があります。で、一方、海軍の方なんですが、南シナ海でですね、第二艦隊が戦闘になりました。で、辛くも勝利したんですけども、味方の損害大きく今マニラで、修復中です。特に駆逐艦が数が減ってきていて困ってるので、ここは思い切ってですね、駆逐艦の数を増やすために、空母の建造を中止します。で、どれを中止するかというと、このレキシントン2ですね。これを中止して、軽いタイプの駆逐艦、これを建造するように変えていきましょう。少しでも駆逐艦の数が欲しいというところなので、空母に関してはね、ちょっと一旦建造計画自体を取りやめるともったいないので、長期戦になった場合に備えて、もったいないので、減らしておいて、その分、駆逐艦を急いで作ると。いうような形に、ちょっとね、変えていきます。今はちょっとでも駆逐艦の数が欲しいので。で、駆逐艦さらに作れるかな。もう今ね、空母に随伴する駆逐艦の数がすり減りにすり減ってしまって、全然ないよーという状態なので、あんまり好ましい状態ではないという状況です。なので、駆逐艦をちょっと数を揃えていきましょう。どうしようかな。駆逐艦の船体2を使って、あんまり高性能なものを作ってる余裕はないので、魚雷は積みたいよねというのと、あとはもう小型砲は積んでおきましょう。対空兵装も欲しいって積みます。レーダーは火器管制システムを積みましょう。これ全然変わってきますからね。で、レーダーつけて、爆雷、いや、魚雷だな。これで、ジャイアントキリングを狙う。これをちょっと作っていきます。今、とにかく駆逐艦の数が、ちょっとでも欲しい。で、空母に随伴する駆逐艦を用意するというところですかね。いや、日本軍本当にね、強いですよ。毎回言ってますけど。朝鮮半島、南端までたどり着いたら九州あたり本土に上陸をかけていきましょう。イギリス軍も頑張ってくれてるんですけどね。飛行場がちょっと欲しいかな。いや、その前にでもあれだな。
引き剥がすわけにいかないから。本当に悩ましい。ここでもこれ以上損害を出したくないっていう思いの方が強いので、一旦航空機を展開してこれで制海権を取りましょう。うん、制空権を取りましょう。朝鮮半島の制空権を確固たるものにすると、で朝鮮半島から九州に上陸。うわ、ここがイギリス軍が手こずってるんだな。インドシナ半島つけんね、ベトナム付近ね。で、フィリピンからは日本軍を駆逐していきます。カリマンタン島が一進一退、むしろやや苦戦という状態ですね。補給的にも危ないんだな。カリマンタン島から一度撤退しよう。で、カリマンタン島から撤退した部隊を、朝鮮半島に近づけて本土攻撃の部隊用意に付け足していきましょうか。で、長崎、小倉、この辺りに上陸をしていく。東京、つまり日本本土に戦力残ってないんじゃないかなと思うんですよね、それほど。外征している部隊が、日本軍やっぱり多すぎるんで。そしたらシンガポールに一度引き上げて、そこから朝鮮半島まで徒歩で移動してもらいましょう。徒歩で、人的資源枯渇しないんだな。ではちょっとね、時間を進めていきます。心配な点もいくつかありますが、時間を進めていきましょう。
だいぶ時間進めてきましたが、まず朝鮮半島の制圧が完了しつつあるというところ、相変わらずですね、インドシナ方面はちょっと厳しい状況です。で、フィリピンの防衛はね、まあできているものの、上陸された部隊をまだ駆逐しきれていないという状況は変わらずなので、まあこれをまず駆逐をしてしっかり。で、大陸の方はというと、まあ日本軍反抗してきているものと一進一退なんですが、これって逆に、日本軍がね、ここに師団を割いてくれれば、朝鮮半島の攻略が完了次第ですね、実は、強襲上陸をかけていこうかなというふうに思っています。なので、ちょっとこのあたりのね、師団の再編を、今から少しずつして、その中で、師団を上陸させていきたいというふうに思います。で、早速、師団としてはどうだろう。こんだけの師団が揃っているので、このまま一気に、朝鮮半島を飲み込んで、今朝鮮半島に展開している部隊は主に我々アメリカ軍だけなので、まあ、イギリス軍がね、3師団ほど入ってますけども、この師団を、取り除いて、敵の師団を取り除いたら、このまま、日本への上陸というのを起としていきましょう。で、後続に続く部隊もね、当然必要になってくるんで、これを移動させておきます。まあ、朝鮮半島の攻略が終わり次第ね、本当にここはしっかりと、日本の攻撃、戦争を終わらせるための戦いというのに移行していきたいので、一刻も早く朝鮮半島制圧完了させたいところです。もう港は抑えてるので、まあ、帝国がですねこの後大規模な攻勢を朝鮮半島でかけるのはできないんじゃないかなと思うので、まあ、時間をできるだけかけずにここは戦いを終わらせに行きます。レッスラーKeep moving. Attention. Listen up.ここまで大変だったんで、一回でしっかり、終わらせたいなと、日本への上陸作戦をね。日本にどれくらいの洋上戦力があるかわからないんですよね。で、海軍戦力に関して言うと、これもまだわからないんですけども、一応、東シナ、日本海、この辺りの制海権は取るべく、主力第一艦隊を派遣しています。で、第二艦隊が今ドック入りしているので、このドック入りが開けたらですね、これも日本海、東シナ海あたり展開して、まあ、一気に本当に上陸をかけていければいいかなと。ちょっと朝鮮半島に軍が集結しすぎているので、まあ、なるべく早くスピーディーに戦闘は終わらせていきたい。朝鮮半島はこれ釜山から長崎っていうのが、まあ、一つのルート、強襲上陸ですね。もう一つが釜山から広島ないし新潟、まあ、新潟に上陸できたら東京まで、まあ、近いので、まあ、ありがたいなというところなんですけども、制海権の状況を見ると、
今だと日本海は敵に取られてるので、この状態だとまあ釜山から長崎で、長崎から東京を目指して進撃というのがね、まあ精一杯かなというところですね。ここは日本海の制海権を取るのに第二艦隊を投入したいところですが、第二艦隊がまだご覧の修理状況なので、まあもう 2,3 ヶ月ドック入りになると思います。日本の海軍の戦力がまだね、それなりにおそらく残っているから制海権が取れていないという状況だと思うので、まあ安易にね、まあ考えることが難しいと。さあ、これで朝鮮半島の完全制圧ができそうです。残り、日本軍の師団3つかな、おそらく3師団だと思うんですが、この3師団を潰せば終わりですね。で、画面の上の方に出てますが、まあ、人的資源がまた再び枯渇していると、まあ、枯渇気味ですという状況なので、本当に1回の吸収上陸で決め切りたい。日本軍の損害ってね、 4.49 メガまでいってるんですけど、我々の倍以上の損害が出ているにもかかわらず、この状況で、まだしかも95から120師団ぐらいを要しているっていうんだから、恐ろしいですよね。日本本土にまだそれだけの師団がいる可能性があるんで。以前ほどただ帝国海軍の脅威を感じないので、まあ、おそらくね、我々と同じく、あるいはそれ以上に艦隊がすり減ってるんじゃないかなとは思います。 Yes, sir. Listen up. Ready, sir.さあ、これで一応朝鮮半島は制圧完了と。そしたら強襲上陸の準備に入りましょうか。釜山に部隊を集結させます。強襲上陸をね、2箇所3箇所から同時に行うっていう形にはしていきたいので、まあ、釜山が一つそのターゲットになると思うんですね。強襲上陸元っていう意味では。なので、もう一つの場所を少し選定を進めていきましょう。ちょっと今画面固まっちゃってますが。2箇所に強襲上陸をかける。まあ、一つが長崎、一つが新潟とかでもいいかもしれないですよね。場所をちょっと選定していきます。おお、ウラジオストク条約、ちょっと待ってくれ、これソビエトがドイツに飲み込まれた系、ちょっと史実にないパターンで驚いてますが、そのパターンですね。ちょっとそちらの状況も気になるんですが、先に強襲上陸元をどこにするか決めちゃいましょう。まあ、一つは釜山、もう一つをどこにするかだな。と言っても使える港がない。まあ、航海あたりから進んでっていうところかな。なんでもう一部隊はどこまで進んできているかというのはあるんですが、一つここにしましょう。で、気になるヨーロッパ、うわ、ドイツがこんなになってる、マジですかい。いやー、これドイツがソビエトを食ったか。バケモンみたいな国が生まれたな。これ日本との決着
急がないといけないですね。これドイツと戦っても勝ち目ないぞ。このまま。だいぶ日本いじめたはずなのにな。それでこの状況か。ドイツがとんでもないことになってる。ちょっと先を急ぎましょう。本当に。では強襲上陸の指示を出していきます。釜山から、まあやっぱり手っ取り早く新潟に上陸したいですと。イギリス軍もね、もうちゃっちゃと日本を片付けちゃうっていう選択肢を取ってほしいよね。それにしても、ソビエト、まあ今のロシア、なんか思いのほか簡単に降伏しちゃいましたね。確かにモスクワが陥落してっていうのはありますけど、首都が陥落すると、まあ首都を移転してまで戦ってどこまで持ちこたえられるかっていうところなんでしょうかね。それはバンコク、タイの時も同じだったんですが、その点中華民国政府は2点3点と首都を移して頑強に抵抗をね続けてましたけど、日本東京攻略後どうなるかですかね。そしたら強襲上陸準備を進めるところまで、一旦じゃあ時間を進めていきましょう。今平壌をね、朝鮮半島最後の拠点として平壌を攻略中です。平壌の攻略が終われば本当に強襲上陸ができるという準備段階に入ってきます。 Yes, sir. Call in. 部隊の方は着々と動かしておきたいので、そのためにまず先遣隊となるこの第3遠征軍、これただちょっと武器が全然ないっていうのと、ちょっと前にお話してる通り人的資源がないですね。もう根こそぎ徴兵に変えていかないといけないな。そのために300、政治力貯める必要があるので、まあ無駄に使わなくてよかったですね。今220なので300貯まったら根こそぎ徴兵に変えていきましょう。すべての市民を戦場に送り込む。
平壌取ったら本当に、朝鮮半島の制圧が完了。で、イギリスとドイツがね、本格的に戦争を始めちゃってまして、しかもやや押されているってあまり嬉しくない状況ですね。ルーマニア鉄鋼団とか、この辺りもかなりでかくなってるんで、まあ、イギリスが食われてしまう前に、一刻も早く、やっぱり、日本への本土侵攻これを行いたい。で、ようやく終わりましたね。平壌の攻略が終わりました。そしたら、イギリスの支援に回るか、日本の潰しに入るか。どっちがいいかな。いや、ここは強襲上陸をするという選択肢を取ろう。では、ちょっと時間が長くなりましたので、平壌攻略完了ということで、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きまたプレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいな、というふうに思います。